もうほんまに俺ここはめっちゃ、めっちゃ来てほしかった。え、なにここ、すげえ。お邪魔します。おー、あ、じゃあ社長見つかる。最高。本当はこっちの、こっちがだからもう本館。本館ね、はぁはぁ。で、ここにもうお客さんブワーッ並んでる。行列？え、これタトゥーショップですか、ここは。え、タトゥーショップ、え、何屋さんですか。番屋、漁師がやってる本物の店って書いてるやん。そういうことね。あー、ご飯屋さんや。だから最初俺来た時はこっちにロケで来させてもらって。あ、ロケで、おー。でもその時はもうお客さんいっぱいでさ。で、もう社長と友達になって、でちょっとずつ俺家族で来るようになったら、まあ、社長が気遣っていただいて、ちょっとずつこういう別館のこっちとかにいろいろ入れていただいて、もうほぼ物産用の別館みたいな。いや、でも普段だってお客さん入ってるよ。あ、もちろんもちろん。行きましょう。じゃあ入りましょう。すいません、お邪魔します。今日お邪魔します。すいません。ちょっと靴脱ぎで。漁師の知り合いもいますもん。もうゴリゴリの。じゃあほんでもうここおったらもう漁師なのよ。もういやいや、そんなことあれ。ハワイから漁の勉強に来てる。でそのままに日本にずっとおる子なのよ。ハワイで。ハワイ。ハワイでマヒマヒばっかり取っとった。マヒマヒばっかり取ってて、それじゃあかんっつって、ね、日本に教えてもらいに来て、で日本好きになりすぎてずっとおるって。繊細な漁も覚えてこいと。覚えてこいと。全然帰ってこいへん、もうずっと気に入っちゃって。日本だって楽しいもん。日本楽しいもん。日本好きだから。ここええとこやしね。九十九里ええとこやし。九十九里がいい。はい、大丈夫です。いいですね、コーヒーで乾杯っちゅうのも、うん、社長は あの出会いを言うと、うん、あ、何年前ですかね。もう古いよね。12、3、4、5年。バイクですかね、最初。バイクのあれです、ね、バイクの雑誌で。あ、そういうことね。雑誌の取材で来たんですか。そう、動画じゃなくて。で、そこに通していただいて、で、俺初めまして言って食べてたのよ。で、他のお客さんもいっぱいおって、うん、ずばー食べたらめっちゃうまいな、思って。その時何食ったんですか。その時はハマグリの、焼きハマか。あ、焼きハマグリ。と、なんかいろいろ出していただいて食べたら、もうロケ終わって、どうもありがとうございましたって、そのスタッフさんのとこに、どうもすいません、お邪魔しましたって言ったら、俺社長知らんから、いらっしゃるっていうことも、どんな高い社長かも分からないから、事務所があるんで、さっきの高山さんがね、女性がね、パッと来て、あの山口さん、ちょっと、社長が社長室に来てくれって言って、怖っ。呼び出しやん。絶対やったなと思う。絶対やったな思うよ。俺なんかいろいろ言うたから、まあ、雑誌やし、まあ言うてるし、うわ、絶対社長どっかで見てて怒ってなんねや思って、どちらに行ったらいいですか。あ、あの奥に社長室があるんで、うん、こんな来たと思って、どんどん失礼しますと、あ、どうぞって言ったら、この社長やん。いや、もうまだ14、5年前だから、もう少しやってたんで。そんなことないでしょ。ずっとそれですよ。可愛いってよく言われてる。可愛い、確かに可愛いけど、その出会った時はもっとガラガラのシャツで、あ、この辺までボタンを開けて、あ、で、この感じでしょ、うん、で、あ、どうぞって言ったら、もう絶対俺もそっちは思うやん。もう、うわー思って。僕だってまだそう思ってますよ。違うよ、それやったら連れてきてないよ。本当？大丈夫です。ほんだら社長が、山口さんね、俺すごい好きなんだよね、山口さんのこと。で、他の芸能人いっぱい来るけど、うん、俺はね、他あんま興味ない。山口さんね、俺はすごい好きなんだよ。めちゃめちゃ嬉しいこと言うところなんですよ。いや、ほとんどの芸人いっぱい来ましたよ。もう来てますよ。こうやって家族ぐるみとかで付き合ってるのはだけで、変な話、イチローなんかも来ますよ、プライベートで。あ、イチロー？財津イチロー。すごい。すごいですね。野球の方でしょ。いや、財津さんが来られてもすごいよ。すごいですよ。いや、それはすごいよ。すごいですよ。財津さんは来られてないです。塩見悦子の旦那。長渕剛さん。長渕剛を、偽物の、コンサート付き合いで見に行ったの。ああ、次の日、夫婦で二人見に行った。
ご本人がモノマネの方のショーを見に行った次の日にご本人がご夫婦で来られてる。すげえな。時間差の本人登場ですね。すごい時間差。まあでもいろいろ来られてる中、そうやっておっしゃっていただいて、すごい。そっから俺もあのほんまに来たのよ。社長、いやあれなんです、そうおっしゃっていた友達に会ってほしいんだって言うから、じゃ社長、じゃあちょっと電話番号交換しましょうっつって、でそっから社長ほんまにまた来ますねって言ったら、だいたい社交辞令で終わるじゃん。終わる、だいたいね。もうちょくちょく来るからさ。下手した社長からしたらほんまに来よったと思うてるね。ほんまちょこちょこ来るやん。正直に言ってください、社長。正直に言ってください、ほんまに。遠慮なく来た方がいい。でもほんまに俺バイクで、この辺ふらーっと来た時も、社長ちょっと今から行きますよって。そういきなりの時もあるからね。急にね。そう。ほんなら、社長が漁やってるとこって俺見たことなかったのよ、はいはいはい、あの漁師さんというのは知ってたけど、そう、ね、働いてると思うよ、ね、だからその、俺がやってる番組で魚が食べたいという番組 BS でやってるのよ、はい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 、あの漁師さんにスポット当ててる番組ね、はいはいはい、でそれで栗山社長が出たのよ、その番組に、はいはいはい、出てもらった時に初めて俺さ漁師の姿の社長見たのよ。そうか、あすっげえかっこいいな。で若い人とかももう年配の人とかブワーってやって一番トップで、うんうん、よし行けーとか言って号令かけて、その網の入れるタイミングとか、あそういうことね、上から見て指示出してるんですか。漁業長だからもう座りっぱなしで覚醒器こんからばやんばーって、こうなったら撃たれちゃう、本当にパワラで。で今日もその漁を終えて今日来てるわけじゃん、朝ね。昨日なんか一網800万だからね、マイワシ。マイワシが一網、一網800万。あ、だからその網で取って、だからそれを逃がすわけにいかへんから、もう命がけなんです。そうか。一つ間違えちゃった。網切っちゃったなんかすから、これまでやろこれですか、うまくやった。ずーっと先。熱くない。でもそれがだってそれが取れることによってその船員たちに給料が分けれるもんね。もちろんもちろん。それはかっこでかいな。でそれを俺はあの自分のやってる番組で、うわ社長すっごいこれやってるんだっつって。でそっから陸に上がってもうちょっと一服されてるわけじゃん、いつも、うんうんうん、だって昼ね、うん、そん時の俺現れんのよ、社長言ってのんきに。よくでもほんま社長近く来てますと、でいつも対応してくださるんですよ。優しいからね、眠たいのにほんまはね、うんうん、で俺は社長すいません、この間ほんま あの社長のあの漁師やってる姿見て大変やったんですね、僕いつも来てる時って大変やったんですね、うん、って言いながらしょっちゅう来てる。邪魔すなよ。社長の仕事のお仕事の仕事の邪魔してない、あの休憩の邪魔してない。そういうことね。すげえ。ちょっとこの貝ほんま食べてみて、めちゃめちゃうまい。忙しいからね社長。いやいや、もうそれもそれもそれ。いただきます。いただきます。あーいいっすね、汁をちゃんと。うんま、味うまっ。うん、うまいですね。何回食ってももう1回目のリアクション一緒。いっちゃうまいやつや。とりあえずじゃあそれご飯もすぐれ。サマルサマル仕事の話。ちょっと白って言ってもらえますか。こっち回してるから大切白って言ってもらえます。社長の店。おいらお邪魔してんの、おいら森から 両分け。あそうそう、めっちゃ疲れた。そらそらそらめっちゃ疲れた。金の話、今金の話。うっすら聞こえる金の話。ここでしろって言ってもらえません。金の話聞きたいでしょ。一銭も入らへんよこっちには。いや、どんな感じで金が動いてるのか。はい、いや社長、今日の朝も寮行かはったんですよね。今日はどうでした。今日は見つからなかった、できなかった。寮はあの癒しがいなくて。ああそうか、探したんだけど、やっぱり1日で帰っちゃうから、うん、ダメだったね。ほな出るだけ出て戻ってきたってことですか。で朝は5時半に入校したのかな。帰ってきて漁師のことわざで、イワシと泥棒はいつ来るか分かんないって。うわっ、ことわざ、そんな難しい。難しいって言ったから、今日あったからって明日かあるって、ね、なるとは。うん、あの魚探だなんだとかあってももうっていうことですよね。その後があっても魚探って何ですか。あ、魚群探知機マシタロ、うん、あと
そうなのね。え、持ってんの漁船マヒマヒ取るときな、ハワイで。そうなんや。マヒマヒ取るときでもマヒマヒだけやったらあかんから、うん、日本行ってこう言われたから、うん、今日本来てんの。やっぱハワイ、やっぱハワイのハワイのハワイの子やん。サップできたよ。サップできた。うん、こいでサップで。すごいね。ハワイから立って、ずっと立って。もう嘘やめましょう。で電話取ろう。ガチャガチャ。ガチャガチャ。ガチャガチャ。ボケと嘘って嘘のラインおもろいよね。うん、いやそうね。ね。そのボケもほんまに嘘みたいな真顔でやっぱ言った方がおもろいと思うね。そう、もう絶対そうもんね。でこれをあの分からん人がずっと聞いてたら、うんうん、へえ言ってる人多いな。で、あ、へえ言ってる人ちらっと見たらずっと続けるよね。いや続きますね。いいか俺台湾行った時に、うん、台湾のトラックドライバーさんがずっと運転手さん台湾の人やね、はい、で台湾ずっとトラックで旅してて、で俺と竹中直人さんが横に乗ってんの。おーすごいメンツ。でいつも、うん、あの喧嘩する下りのミニコントを2人でいつもやるのよ。そんなお前出ていけよお前、お前が出ていけよつってずっとやり合うのよ。でもこれ俺ずっと遊んでね、楽しいから。でもトラックドライバーさんずっとあのインカムで後ろの通訳さん、2人喧嘩始まった喧嘩じゃあほらチェイサー終わっちゃう喧嘩始まった。通訳さんがまた無線であの喧嘩やめてくださいって言ってますしてへんちゅう、あの遊んでるだけですって言うといてくださいっつって、ずっと緊張してる。いやそれは緊張するでしょ。喧嘩始まったジジイジジイ、ちっちゃいジジイとでっけえジジイの喧嘩でこいつら二人なんでこんな喧嘩するんだってずっと言ってる、うん、ずっとやってるから俺。あ、すみません、ありがとうございます。もうクッキーちょっとやば、キメの見つけ、キラッキラしてる、光ってますね。どこが一番うまいってされてるんですか、金目の一番前とこ。でももう背中ですか、やっぱこの辺のやっぱ身じゃない、好き好きあるの、まあ、それぐっさん言ってください。いやいやもう金目もうクッキー食べていいですか。食べでもやっぱそのええー、とこなんでぐっさん、いやいやいや先輩なんで言ってくださいよ。クッキークッキーいいですか、うん、でも車食べえな食べえ言うてねえから、すいません一番うまいとこやから、そのやべえなこれ一番うまいとこ。マンモースいただき、マンモース、うんまいやマジ全然ちゃう、めちゃめちゃみーちゃんとしてる、めっちゃうまい、かっこええこいつ、体かっこいいですね。めちゃめちゃ、でもこのかっこええのを取ってくる人が一番かっこいいでしょ。そういうことね、うんじゃないですよ。ちゃめっけあるよ社長、ちゃめっけある。うわいらっしゃいませ。はい、すきっぱらの皆さんに番やってんの、あ、取ります、はい、はい、すみません。いや、クッキークッキーいくら、あ、あのクッキーめっちゃ腹減ってるって言うからそびえ立ってるで。これが番屋天丼です。番屋天丼、はい、えぐいな。すみません、ありがとうございます。僕いつもこのマグロ漬け丼。なんちゃんとちゃんとの量やな。いやちゃんとじゃない。いやマグロの漬け丼もこんなんちゃんとじゃない。でもでっかいなよみたいな。めちゃめちゃでかいよ。すげえ。普通こんなん乗ってこないよ。いただきましょう。すごいなあ、これえぐいなあ、ソビエたち。マジどっから食ったんやろ。うわあ。エビやまないでしょこれ。一個一個すごいよね。1個1個やばい、1個1個がその丼のメインのやつやな、これ多分大きさ的に。これ穴子、穴子、あ、じゃあゲソですわ。ゲソゲソゲソ、これイカでした、タコ、タコゲソ、イカゲソ、イカゲソ、すげえ、すごいよねこれ。うわやば、いやエビエグいな、クキエビエグ、エビ、おわーサザエ、サザエ、サザエ、かわいいこの蓋、サザエ、サザエ、房州のサザエはめちゃめちゃあの波が荒いから、潮が荒いからでかいんですよね社長ね、うん、でこのここが発達してる、あ、トゲがね、波が荒いところのサザエはこれが発達してる、止まっとくように、止まっとくようにスパイクみたいなことや。そう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 、おもろ、発達してる、だから房州はここが発達してる。いただきます。なんか知らんけど棒食べよう、知らん棒食べますわ。エビエビエビ、これエビ、これエビ、あ、シャコっすかこれ、アナゴ、アナゴ、あ、失礼しました。いやだって、だってこれエビ言ってこれ見せたのよ。それでお前どういう意味な、丸まってる方と伸びてる方かな思って。いただきます。あ、尻尾からいけなんだね。あ、サクサクや、うんまっ、うんまっ、サクサクや、よし
うわこれもぶっさんがでもこれ生もん食うのあんまないですよね。中華のイメージやっぱあるから中華ばっかり食ってる。いやいや中華ばっかり食うってクックドゥの CM やろ。だいぶ前やもん。いやでもあれマジでうまそうに食うからな飯。まあ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 、うまそうに飯食う芸人の、うん、多分一発目グッズなんですよ。ああ絶対そう。じゃあいただきます。うまそうに食うなマジで。すごいな。うまそうに食うてんじゃないね。うまい。そういうことね。これはちょっとあの失言でした、はいはい、うまいからそうなっちゃうってことですね。そうですそうです。そらそらそうだ。いやマジででもほんま食い方うまいっすよね。あ昔あの普通に食うときもそれですか。うん普段そんな。で食うの好きやねん。あだから多分食に対しての、うん、もう向き合い方がそうかもしれない。え飯を食べるってその生活において何位ぐらいに入ります、うん、ベスト。うわいろいろやることってありますやん好きなやれる好きなこと。いやでも1かな。あ1食いたいかな。食いたいだからで食うたことないのもいっぱいあるやんまだ世の中に。確かに、うん、そんなんをもうどんどん食いたい。うーんで今度日本では終わらへんやん海外もあるやん。ああそうか。うんそう思うともうで日本でも例えば天丼一つにしても店によってちゃうやんか、うん、でも永遠に終われんよね。確かに終わんないしね、うん、一緒の食い物って世の中に存在しないですよね。そう一緒の味はね同じ人が作ってるわけでもないしね、はい、で未だに知らん食べ物あるやんか。ありますあります、うん、そんなんねやみたいな地方行ったらもう日本でもそうですもんね。ずっと出会いたい海外行きやすいもう終わりもうドラムだもうドラムだ永遠ですね。1位が食べ物でしょ、うん、ちょっとあれベスト60くださいよ。60位から人生において生きてて付き合ってくれる？付き合います。全部出すで60位。一応ここだけ18時ぐらいまで行ってもいいかなと思って。今12時前ですけど。ベスト60絞り出してもいいですか？ベスト60。俺そんな好きやからほんまに。出すの好きやから。え？やるよそんな好きやで俺。自分が好きなものを書いたりするのめっちゃ好きやもん。ちょっと三脚 GoPro パターンでもいいですか？おらんやんけ付き合ってんやんけ。ちょっともうサザエとかもほんまサザエ食おう。めちゃめちゃうまい。全部うまい。何食ってもうまい。あ、もうきっとある。うんうんうん嬉しい。これ、ね、あれ食べる後半のあの苦味がどう食べれないんで。ああああ、うん、じゃあいいじゃんこの上のやつだけで。あすげえ、うん、プリプリやマジでうまいな、こうすごっ。最初に口に入れた瞬間も、うん、違うやんか、全部違う全部がだ噛んだ時の今までのサザエの経験を脳みそが持ってるんですけど、うん、噛んだ瞬間にもちゃう感触やから脳みそが今バグって、うん、あの脳みそがシワあるじゃないですか、うん、あれがこう膨らんで今ツルツルの脳みそになってます。うわパンってペッテンってなった。そうで、まあ、ゆっくり戻っていって朝材やったんやってなってます。それぐらいびっくりした。そうだからほんまに概念を一回ちょっと取ってくれるよね、うん、自分のね取っ払いますね固定概念みたいなリセットしてくれんだ。いやもう店の名前バンさん。いやバン屋バン屋さんバン屋バン屋さんバン屋さんこれ名前リセットにしたらどうですか。名前急に店の名前来にくいなぁ、急に。漁師の店、リセットって言う。絶対そのリセットにする前何かあったやん。だからそうしたんでしょ。いやいやわ、それ聞きたくないわ。これなんでリセットなんすかって。まあ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 言われて。刺して、刺してって言われる。絶対なんかやってる。まさしく俺がさ、今、まあ、浜田マネージャーに言ってたけど、例えば自分がね、作らへんけど、服のブランド作るとするやん、うん、おーはははブランドを立ち上げるとか、あと例えば自分が YouTube チャンネルやるとか、うん、なんかその、チームの名前じゃないけど、うん、考えた時に、ああああ今おもろいから考えてんのよ、うんうんうん、やるやらは別としてね、うんうんうん、まあないね。あ絶対、だから誰かがやってる。かぶってるってことか。かぶってる。ほんでまたね、俺が、ね、また多分乏しいのよ、その発想が。あベタやねん。うーん。だから何でかってグッドサンって、グッサンってグッドサンっていう。あ、はい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 。いい太陽みたいなグッドサン、うんうん。グッドサンってずっとやっててんけど、
なんかつなぎに変えたりとか服に変えたりとか結構あんのよ。確かにグッドサウンはありそうですね。美容室とか調べたらね、でなんかグッドサウンって言う人もおるし、なんかちょっとおもんないなと思って、ほんま唯一のやつ作りたいやん。いや全然ないですよ。全然ない、ほんまに誰か使ってる。マジでそういうの得意で、僕造語というか新しい言葉絶対作ったらないんで。ああそうかそうか、自分しかも理解できひん言葉をね、組み合わすってことね。これ作りあげましょうか。かまへん、ほんまにお願いしていい。しぐれ金玉でどうですか。炊いた、なんか煮詰めた金玉、しぐれ金玉。なんかもうしぐれてるから。しぐれ金玉、うん、絶対いいと思いますよ、ひらがなで。全ひらでいく。全ひらがなで、それは絶対そう。全ひらでいく、絶対そうです。しぐれ金玉、うん、やっぱ日本人は日本のやつやってわかるし、海外の人も、まあ、日本のブランドなんやって、やっぱメイドインジャパンなんやってなるし、しぐれ金玉絶対ですよ。で調べた時、海外の人がなんどういう意味やろって調べた時、やっぱ衝撃走るじゃないですか。虫図が金玉がしぐれてるってこと、はい、しぐれてる金玉ってこと、まあ、もしくはその金玉でしぐれさせたっていうパターンもあります。ああなるほどな。金玉もひらがな、金玉もひらがなって言うんやらしいですよ。だって金玉ってカタカナと玉とかやったらやらしいですから。漢字はあかんか、でカタカナもあかんか、あかん、ひらがなもいいと思うし、やっぱ柔らかいし、子供も好きになれるし、ひらがないと。しぐれ金玉、うん、ほんま下ネタやめてもらっていいます。自分の大事にしてる場所やし、美味しい食べ物の前やし、あここがですか、もうここお店さんに申し訳ない。あそうそう、もちろんもちろんもちろん、すいませんすいません、もちろんもちろん、でも一番ギュー笑ってましたよ。イノシシが血抜きされたみたいな声がギュー言って一番あかん時や。イノシシの一番危ない時。しぐれ金玉な。すみません、ちょっとやります一緒に、しぐれ金玉。いや、ええわ、もう立ち上げます。しぐ金って言われんやろ。ここでちょっとあの店一回借りて。マジで。ちょっとやんのそれ、ポップアップストアみたいなやつ。ポップアップストア、うん、うわ、まあ、ピッチョ、うわ、うわ、漏らしてみたいな、うわ、最悪。なんかションベ垂れたんですって。ほんまやめてくれや。汗、うわ、すごい匂いしてる。蒸気なって、あんま、あんまテレビは匂い伝われへんから甘い匂いじゃ東京の人がいい。ねえ、これやばいですわ。汗汗、ジープが、すぐジープが、ジープからだいぶ経ったでしょう。ジープは熱いから、おっさんズボン脱いで股間乾かしてるやん、絶対あかんない。すいませんね、高山さん、すいません。あ、全然、それ事務所に置いてあるやつ。あ、本当ですか。別に私が使うんじゃないですか。社長のでも絶対ないですもんね。乾かすんで、たまには。何を乾かす、何皮膚乾かして、どんなに。これでも社長に専属の美容師さん、俺のね、髪切ってくれてんだよって紹介してもらって。そうでしょう。ね、楽な仕事ですね、美容師さんも。逆に悩むのが難しいんで。いや、じゃあそうか、取り残しちゃったとこ。あの人、本当に。あ、めっちゃ美味しかったです、あの人にいただいた、あの豆。豆。誰も持ってたけど、豆。あの美容室の。あ、トシか。お姉さん。え、めっちゃ元気なお姉さん。俺、車でついて行ったじゃないですか、この間。あの、漬物もらいに行くって。ああ、ああ、ああ。で、一緒に豆。うまかったでしょ。豆入れてもらってたんですよ、豆。あの、ピーナッツなんか。あれ、めっちゃうまい。味噌ピーナッツみたいなやつ。あ、そうそう、味噌ピーナッツ。はよせえや。はよ電話出ろよ。はい。じゃあ、ちょっと、クギ。あ、こっち。おー、あ、海行こう。海行こう。もう気持ちいい、そう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 それそれ。